ペガサスロケットはアメリカのオービタルサイエンシズ社が開発した空中発射ロケットで主な用途は人工衛星の打ち上げである。名称はスタートレックシリーズの USS ペガサスから。ペガサスロケットは固体燃料ロケットで巡航ミサイルに似た有翼型の形状を持ち、ペイロードの軌道投入には通常は三段式の構成をとる。そして、 航空機に搭載されて空中から発射される空中発射ロケットであることが一番の特徴である。空中発射型の人工衛星打ち上げロケットとしては世界初のものであり、翼を持つ飛翔体としては初めてマッハ八に達した。初期のペガサスロケットは x 十五の実験などで用いられたアメリカ航空宇宙局保有の n b 五十二 b によってマッハ零点八。 高度約 12km から発射されていた。後期型のペガサスハイブリッドとペガサス XL は OSC が保有するスターゲーザーによってほぼ同等の条件で発射されている。人工衛星打ち上げ以外には NASA のスクラムジェットエンジン実験機 X-43 をスクラムジェットの稼働速度域まで加速するブースターとしても使用されたという例などがある。 2013年6月に42回目の打ち上げでアイリスを打ち上げた以降3年ほど打ち上げがなかったが2016年12月15日にシュグンスを打ち上げたその次は2017年12月にアイコンを打ち上げ予定だったが2017年11月にロケットの問題の調査のため2018年に延期されたと報じられているペガサスロケットが分離されるコードは 安定軌道最低高度のおよそ10%であり、分離時の速度であるマッハ0.8は、第一宇宙速度の3%である。これによって地上から発射するより小型のロケットで、同等のペイロードを打ち上げることが可能であり、機体コストを大きく下げることが可能である。また、発射は高度 12km の清掃圏において行われる、ため、 天候によって発射が制限されないという利点がある。これは打ち上げ時間帯が制限される、科学衛星や即応性が求められる衛星の打ち上げにおいて有利になる。空中発射ロケットは低コストな運用を可能とするシステムであるが、母機の年間維持費が固定費となるため、年間打ち上げ機数が減少すれば打ち上げ費用は増大する。 ペガサスでは1機あたり6ドル M での打ち上げを目指していたが、受注機数が予想を下回り1992年の段階で12.5ドル M であった。その後、墓機や1、2段等の構成が変更されたことで、費用は上昇。近年の年間1機体制では20ドル M 以上にもなっている。これによって当初目指していた低コストでの運用は困難となっており、 1> 約1.5倍のペイロードで19ドル M のミニットマン弾ンドーミサイル転用ロケットミノダウロスアイに顧客が流れている。3段のオリオン固体ロケットモーターで構成され、軌道投入精度を向上させるために、オプションとして液体上段を搭載することも可能である。姿勢制御は、初段がデルタ翼と3枚の尾翼によって、上段は MNTVC によって制御される。 最初期の構成。6機が打ち上げられ4機が成功した。5機が NB-52B からスターゲーザーへ変更された。4機が打ち上げられすべて成功している。2009年現在、ペガサスハイブリッドにおいて第4弾ハップスが用いられたことはない。最も一般的な構成。30機が打ち上げられ3機が失敗している。ペイロードの括弧内の数字は、 搭載機数、ありがとうございます。